1月の29日、金曜日にですね、獅子座の上で満月を迎えます。獅子座の満月。ということで、また恒例の獅子座について、やってみたいと思います。よろしくお願いします。前半はね、天文の方について。で、後半はお楽しみの、ギリシャ神話で行ってみたいと思います。まず天文の方なんですけど、この春の、星座、代表的な星座の獅子座を、形作るもの。なんといっても、象徴的なのは、クエスチョンマークの反対向きになっている獅子の頭から前足の方面の部分なんですけど、これはね、獅子の大釜っていう名前がついておりまして、で、それからね、日本では、問いかけ星、と呼ばれております。問いかけ星っていうのは、お屋根についている問いのところについている、問い引っ掛ける金具、それが、このクエスチョンマークみたいに見えるじゃないですか。なので、これが問いかけ星って言われてます。ちなみにね、私は、これ、ナテハのマークって言ってます。クエスチョンマークハテナだから、そのね、逆向きとかナテハのマーク。子供の頃からナテハのマークってずっと言ってました。そのぐらいの幼少の頃からの天文マニアでございます。この獅子座は、ご存知、行動十二星座の一つであって、またね、プトレマイオス、トレミーの48星座の一つということで、もうかなり昔から、あった星座。老舗の星座の一つでございます。天文学的には面白いのは、明るい星が結構たくさんあるんですよね。二等星以上の星が、たくさんあるんだけど、その中で一番明るい星がレグルスってアルファ星なんですけど、これはね、一等星っていうのは全体の中で21個あるんだけど、その中で一番暗い一等星なの。等級で言うと 1.40 等星なんだけど、四捨五入するんで、何等星って言い方は、1.5 等星になると2等星の分になります。なので、1.40 等級だから、一等星扱い。ということなんです。で、ちなみにね、一番明るい、恒星、太陽以外の恒星は、大犬座のシリウスなんですね。で、これがね、本当にズバ抜けて明るいって感じなんで、これもね、またそのうちにやってみたいと思いますけど、とりあえず、21星座の中で一番暗い星、レグルス。これが、ラテン語で王様っていう意味なんですよ。さっきのナテハのマークの、点、一番下の点の部分だね。そこのところにあります。で、これはね、ライオンの心臓っていう位置にあります。で、これがね、面白いのが、行動、太陽の通る道のほぼ真上通ってるんですよ。ということで、どういうことかっていうと、月による食、要するに、月がレグルスを隠すっていうレグルス食っていうのが割と定期的に起こる。ですよ。で、それからね、もっと面白いのが、非常に稀なんだけど、惑星、主に水星と金星なんだけど、惑星によるレグルス食っていうのも発生することがあって、で、これがね、皆さんこれ覚えておいてください。2044年の10月1日に、金星によるレグルス食が起きます。これ23年。の半年後なんで、多分皆さん生きてると思います。私も多分生きてると思うから、この時はね、秋で、獅子座は、西の空にしか見えないから、外あれだ、宵の明星だね。宵の明星で、レグルスが隠されるっていうことがあるんで、これぜひ見てみたいですね。ということで、これがね、本当に1000年に一度とか2000年に一度の大天体ショーなんで、忘れずに見たいと思います。見たい。私は見たい。ということで次ね。次に、の星はベータ星ってやつなんだけどね。これがね、獅子の尾。アラビア語で獅子の尾っていう名前がついてる通り、デネボラっていう、星なんですけど、で、このデネボラって星は 2.13 等星。だから2等星ですね。で、これはね、名前の通り、獅子の尻尾のところがあるんですけど、この、デネボラと、牛飼い座のアルクトゥールスと、乙女座のスミカで、ほとんど綺麗な正三角形になりまして、これがね、春の大三角形と言われるものなんです。で、それで、
ただね、これ、欧州、ヨーロッパ、アメリカの方面だと、さっきの一等星、レグルスの方との二等辺三角形の方で、春の大三角形って言い方をします。うん。ということですね。で、これね、このデネボラっていうのは、脈動変構成って言われるもので、星自体が収縮と膨張を繰り返すことによって、で、明るさが変わるっていう星なんです。で、同じ変更性で前やった連星による変更性をやったと思うんです。それは2つの星がね、ぐるぐる回って日向影になるからっていう、うん、星を隠しちゃうから光が弱くなってっていう食変更性っていうなったんだけど、こっちは収縮型の脈動変更性ってやつ。ただこの脈動変更性もすごく脈動する星。例えばね、クジラ座のミラーとかそうなんだけど、そういったものから、うん、全然変わらないもの、まあ、ほとんど肉がね、わからないみたいなものあって、その残念ながらね、このね、デネモラ、肉がね、わからないみたいな方なんだけど、とりあえずこういうふうに変更性の一つである。で、変更性も、この奏でる中学で後ほど、時期を見てたっぷりやりたいと思うんで、お楽しみなさってください。その変更性をやるときのために、チャンネル登録もお願いしますよ。っていう感じで、次行きますね。次はね、ガンマ星っていうのですけどね、ガンマ星っていうのはね、獅子の首の部分、だからさっきのナテハのマークの、鎌のくるんと回ったここの部分、あ、こっちか、獅子か。こう回ってここの部分のところにあるガンマ星、これがね、アルギエーバって名前がついています。これはね、2.8 等星あたりなんですよ。連星なんですよ。これはね、連星もちょっと前の奏でる宇宙学でやったと思うんですけど、同じ引力圏内にあって、お互いに軌道に影響を及ぼし合ってる近いところにある二つの星。これのが連星なんです。なんだけどね、これはね、オレンジ色の巨星である主星と、黄色の巨星である晩星という二つの星である、連星なんで、これね、結構天文マニアが望遠鏡で買うと見たくなる、あの連星です。本当に近い距離だから、あんまり性能の良くない望遠鏡だと、ひょうたんみたいな感じに見える。このガンマ星のアルギエバで有名なのが、11月17日ぐらいに極大を迎える獅子座の流星群ってあるんですけど、それがの、放射点、このスタート地点だね。流れ星の。それが、ここの獅子座のガンマ星のアルギエバって星のあたりになっております。うん。っていう感じで、それ以外にも明るめのね、銀河がたくさんあるんですよ。やっぱりね、行動っていうのは、銀河系の、に沿ってる部分であるから、そういうのもあって、そういう、星の密集だとかなんかが結構たくさんあるんだけど、明るい銀河、お外の銀河も、このあたりに5つぐらいあるのかな。それも結構見やすいものがあるので、もし望遠鏡をね、買ってやった時には、見てくださいっていう感じでございます。それからね、でもね、これよりも、すごいのがあってね、U1.27 っていうものがあるんですけど、これ何かっていうと、クエーサー群なんですよ。クエーサーっていうのは、全天で最も明るい、天体だって言われてるものなんですけど、このクエーサーっていうのが、すっごくたくさん集まってる。大クエーサー群っていうのが、この U1.27 っていうもので、でね、知られてる宇宙の、なんかその天体、天体群の中では、本当にかなりズバ抜けて大きい。でもね、これよりも大きいものあるんだけど、本当に最大級クラスのクエーサー群で、このクエーサーが、ね、いくつだったっけな ?34 個。そう。あ、34個じゃないや。あ、73個。73個のクエーサー群で構成されたものがあって、で、これはね、そのクエーサー群の平均の直径が、16億3000万光年です。これね、16億3000万光年って言われても宇宙って壮大すぎるからピンとこないと思うんですけど、私たちの住む太陽系が含まれているこの銀河系の直径が約10万光年と言われているので、10万なんですよ。10万光年に比べて、この大クエーサー群の U1.27 は16億ですから、16億3000万光年ですから、本当に銀河系よりも大きい。さらに、これは平均の直径であって、最大直径、
この U1.2 なの最大直径は40億4000万光年って言われてるのって本当に大きいですよね。いや、宇宙は壮大だなと思うんですけど、実はこれだけじゃなくて、このね、U1.2 なの隣に、U1.28 っていうのがあるんですよ。これがさっき私間違えて喋っちゃったところで、これもクエーサー群なんだけど、こっちがクエーサー34個。あの大きなクエーサー群があって、これがね、U1.27 と U1.28 の距離はたったの、1億光年っていうことなんです。その1億光年もあるから大きいじゃんって言われると思うんですよ。っていうのもさっきの銀河系が直径10万光年だから、それの100倍あるわけでしょ ?1 億光年。なんだけど、でも先ほど申し上げたように、あ、ちょっとなまっちゃったね。先ほど申し上げたように、U1.27 の直径平均でも16億あるから、1億なんて本当にちょっとじゃないですか。みたいな感じの、その至近距離に U1.28 って別の大クエーサー群があるっていうことで、一体どんな壮大なスケールなんだ、宇宙はっていう感じでございます。さあ、ということで、いよいよ、お楽しみのギリシャ神話のコーナーですけど、ちょっと喉が渇いたんで、飲み物飲ませてください。お願いします。はい。今日はまた特に喉が渇いてね、いつもよりもグビグビ飲んでおります。では続きます。ではお楽しみの、獅子座の、ギリシャ神話に行きたいんですけど、ネメアの獅子って言われてる、凶暴なね、人食い、家畜とか人とかを食べちゃう、ネメアの谷に住んでいる、ライオン、ネメアの獅子が、このね、獅子座の、元になってるものなんですね。で、これがね、ちょっと、右手痺れてきたんで持ち帰ります。ですね。ヘラクレス。ギリシャの一番強い英雄のヘラクレスのが、冒険、12の冒険をするっていう話で、この二つ目の冒険っていうのが、カニ座の時やったと思うんですけど、ヒドラーっていう、9つ頭の、大蛇を、ヘラクレスが退治しに行って、その時に、カニ座のカルキノスが、それにヒュドロ側について応戦するっていうお話があったんですけど、その前の1回目の冒険、これが、このネメアの獅子退治だったわけですね。っていうのも、このやっぱネメアの獅子っていうのは、人食べちゃうような凶暴なライオンだったから、これなんとか退治しなくちゃいけないってことで、ヘラクレスが最初に向かうんですけど、でね、これはね、防御力がすごいんだ。この獅子っていうのは、というのも、ヘラクレスが、まずこれね、作戦考えて、この獅子が住んでる洞穴があるんですけど、その洞穴、二つね、表玄関と裏玄関があったんだけど、片方塞いじゃって、袋小路にしてもう片方から入って戦うっていうことをするんですね。で、それで、だけど防御力満タンの獅子だから、まずね、弓矢撃っても全然、効かないんですよ。で、それから、棍棒で叩いても全然効かない。本当にそういう鎧みたいな皮膚なんですよね。ということで、傷一つつかないからどうしたかっていうと、3日間首を締め上げて殺したっていうことで、なんだっていう。なんかね、話ここまでだけ聞くと、大冒険って感じもないし、なんか、ね、ただ動物をいじめてかわいそうみたいな感じなんですけど、ね、あっけないよね。だからさ、この前のヒドラの時はすっごい戦いしてたけど、でもまあとか言っても奏でる宇宙学になった時は、この辺りに、ドラゴンクエスト風の戦闘シーンつけてると思いますけど。ということで、それで、ね、勝った時に、タタタタタタタ、ネメアの獅子の、皮を手に入れたっていうことで、この獅子を、の皮を、これ以降、ヘラクレスは、鎧として使うわけです。だから、この絵が、ヘラクレスの絵は、獅子を着てるというか、かぶってるわけね。で、この毛皮も、さっき言ったように弓矢とかなんかでも貫けないほど硬いから、どうやって、鎧が貫いたかというと、ネメアの獅子の爪。爪でこうやって引っかいて、で、切ったっていうことで、あ、なかなか賢いなってヘラクレスとも、だからガラス切るときにダイヤモンドで切るみたいな感じでやったんですね。ということで、あとね、お肉の方はヘラクレス食べちゃった。
っていうことなんです。うん、この食べちゃったってところは、うん、ちょっとした笑い話ではなくて、これちょっと後々なって重要になってくるんで、ちょっと覚えておいてください。食べちゃった。うん、ライオン。ということで、この獅子を獅子座の星座にしたのは誰だって話で、ゼウスっていう説と、もう一つはゼウスの正妻妻であるヘーラーだっていう説があるんですよ。で、私はね、ヘーラーの方を取りたいんです。どうしてかっていうと、ヘラクレスっていうのはゼウスと愛人の間に生まれた子供なわけであって、だからヘーラーからすると愛人の子供だから疎ましいわけ、うん、だから獅子のことを応援してたはずなの。というのも、この2回目の大冒険の時にはヒュドラを勝たせたいから、カニ座のカルキノスにあなたちょっと助けに行きなさいよって言って、助け立ちしなさいよって言ったのがヘーラーであって、でカニ座ね、その時負けちゃったから、あ、じゃあちょっとかわいそうだから星座にしましょうってことで星座にしそのヘーラーなわけなんで、要するに反ヘラクレス連合の、うん、ボスであるヘーラーとしては、この獅子ね、やられちゃったって、ヘラクレスに倒されちゃったって言ったら、やっぱり星座にしたいと思いません？ということで、私はヘーラーが星座にしてるっていうふうに主張したいと思います、うん、さて、このね、ライオンじゃないですか、獅子っていうのは。じゃあギリシャにいたの？だってライオンってアフリカのものなんじゃない？と思うれると思うんですけど、実はね、昔はギリシャのあたりのね、南東ヨーロッパあたりもライオン住んでたんですよ。このあたりからアフリカの一帯、砂漠以外の一帯、それからペルシャからインドまで住んでた。だからインドに住んでたから、インドでも神様の乗り物の絵としてライオンが描かれてたりとかするわけなんで、やっぱりね、生活の中でライオン見てないとライオンって文化にならないじゃないですか。ネメアの獅子もちゃんと昔はギリシャに獅子がいたっていうところでできてるわけです。ただね、洞窟に住んでるとおかしくないですか？っていうのも、普通ライオンって草原で群れで住んでるわけだって、単独で洞窟にいるっていうライオンっておかしくないって、これ空想上のものっていうかもしれないんですけど、実はこれはね、本当にもう絶滅しちゃったんだけど、あるの。ヨーロッパホラーナライオンっていうライオンが昔はこのギリシャの後に住んでて、化石とかも見つかるわけです。このライオンは単独行動、単独で、だから一匹で生息していて、ホラー穴に住んでるんです。洞窟に住んでるの。だから、そういったもう絶滅しちゃったけど、昔のライオンの話が言い伝えで、このネメアのライオンになってるというふうに私は思います。で、それからですね、この、当時は、このギリシャのあたりでは、ヨーロッパホラーナライオンを食べてた習慣がどうやらあるらしい。というのも、そのヨーロッパホラーナライオンの化石見ると、人間が射止めたような、武器で射止めたような跡が骨に残ってるということで、要するにライオンを食べる習慣があった。ということで、さっきのヘラクレスがライオンの肉を食べちゃったっていうのは、こっからやっぱり来てるんじゃないかなっていうふうに私は思います。うん、ということで、うん。実は、ここから驚きの驚愕の事実が一つあって、ネメアの獅子、どうも、子持ちだったらしいんですよ。というのも、獅子座の肩の位置に、子獅子座っていう星座があるんですよ。お父さんライオンの肩車下っていうか、おんぶしたような位置に、子獅子がいるんですよ。うん。なので、子獅子座の方も、今日説明いたしますね。まずギリシャ神話の方。さぞかし、だって、この肩車してるお父ちゃんの子獅子なんだから、さぞかしなんか、ね、うん。なんか、微笑ましいような星座があって、そんな、ね、お父さんをね、ヘラクレスがやっつけちゃったわけだから、みなしごなって子獅子がかわいそうだな、みたいな、うん。ギリシャ神話を想像しちゃうんですけど、じゃあ、本当のギリシャ神話を話します。ない。ないんですよ、ギリシャ神話がね、子獅子。うん、これ驚愕でしょ、ないの。で、どうしてかっていうとね、実は、子獅子座っていうのは、ね、1687年に、ポーランドの天文学者のヨハネス・ヘゲリウスさんっていう人によって、作られた星座なんです。どうしてかっていうとね、この獅子座のエリアと、そのもうちょっと北のお空の方に、大熊座のエリアがあるんだけど、その、大熊座と獅子座のエリアの間がね、ぽっかり、ほとんど明るい星がないエリアがあるの。だけど、星座っていうのは、
星と星を線で結んでいる形が星座じゃなくて、こっからここまでのエリアが獅子座、こっからここまでのエリアが大熊座みたいな感じのエリアなんですよ。だからその星がないとこにも、なんとか座っていうエリアを作らなくちゃ、いけないわけです。だから何にもないところ、例えば超新星爆発とか新しい天体が発見されてみたときに、何にもない、なんとかこの辺りのエリアっていうよりは、なんとか座のエリアっていうふうに言わないといけないわけで、ということで作られたのが小獅子座なわけです。だから獅子の近くにあるから、小獅子作っちゃえみたいな感じのノリで作った、かなりいい加減な感じの作りがあって、というのもね、これね、普通ね、星座っていうのは明るい順番からアルファ星、ベータ星、ガンマ星みたいなふうに、あのギリシャのアルファベットをつけていくんだけど、なんと小獅子座にはアルファ星がないの。ベータ星はあるんだけど、アルファ星はなくて、で、その代わりに46番星っていう名前がついてる星が、明るい星があって、これが一番明るいの。これなぜかっていうと、アルファっていう風の符号を付け忘れたって言われてるんですよ。だから、もう名前も、星の名前も付けるのも嫌になっちゃう。てか、めんどくさくなっちゃうぐらい、どうでもいいエリアが小獅子座なんで、ギリシャ神話もあるわけがないっていう感じで。だからね、これね、私作っちゃうかね、ギリシャ神話にね。なんかね、そのネメアの、ね、あの、獅子には実はね、あの赤ちゃんライオンがいて、みたいな話があるとなんか微笑ましいじゃないですかね。そういうのあってもいいんじゃないかなと思うけど、ね。ということで、あ、ちなみにね、大熊座の方は、カリストの姿なんですよ。カリスト。これ、このカリストって聞いただけでピンと来られる方は来ると思うんですけど、そうね、あのガリレオ衛星の4番目の衛星でカリストって星があって、それの星座なんですよ。だからこれはね、あの、大熊座っていうのは春の星座の、あの、有名な星座なんで、これぜひこの春にまたやってみたいと思います。カリストの物語だからね。お楽しみなさってください。ということで、そろそろピアノを弾いてみたいと思います。じゃあ、まあ、ここは定番通り、獅子座の満月、の、に、めでる気持ちを込めて、ピアノを弾いてみたいと思います。よろしくお願いします。